ゆっくりして。
Daddy. My daddy. やってきてくれるとはね。 見ず知らずの人のために武器を強化してくるようなお人よしがいるなんて信じる方が難しいわよ。普通なら武器を強化するって言って預かった武器を持ち逃げしてそのままおさらばっていうのを疑うわね。 それは、あんたが底なしのお人よしっていうのがよくわかったから。まあ、ありがとう。大切に使わせてもらうわ。 そう言われても、私だってそんなに詳しいわけじゃないし。 もう分かった。教えてあげるって。まずはここに来た経緯なんだけど、私もあんたと同じように。 気づいたらホローエリアに飛ばされていたんだ。でも手に文様は出たりしなかったし、もちろん管理区にも来られなかった。だから休む時はダンジョンの安全地帯で寝ていたの。うん。 安全地帯にいられた時はまだマシだったかな。この前ここにいる人たちはいきなり攻撃してくるような奴もいるって言ったでしょ。ある時私が安全地帯で休憩しようとしたら、
近くから話し声が聞こえたの。で、声のする方に近づいてみたら、一人のプレイヤーを大勢のプレイヤーが囲んで、その、PK をしていたんだ。相当慣れている感じだった。それで安全地帯はモンスターの襲撃は防げるけど、悪質なプレイヤーの襲撃は防げないってことに気づいたの。それからはろくに睡眠も取らず、他のプレイヤーとも接触をしないようにして過ごしてきたってわけ。時にあんたと出会ったの。でもあの時は悪かったね。あんたが来てくれたおかげで管理区っていう県内で休みが取れるようになったし、それに武器の強化とかもしてもらったし、その、感謝しているってことよ。はい、もうこれで私の話は終わり。じゃあさ、あんたはどうしてオレンジの私に構うの？本当にそれだけの理由で？あ、おかしいとかそういうんじゃなくて、逆に安心したっていうか。ほら、私はずっとここで変な奴らに囲まれていたから、ようやくまともな人に会えてほっとした。もう十分よ。ありがとうね。よし！